私読みますよ。神奈川県の40代のロコさんですね。うん、女性の方です。私が20代の頃は日焼けが大ブーム、うんえー。私も例に漏れずガンガン肌を焼いていました。今思えばあれはもう日焼けでなく焦げていただけかもしれません。そしてその代償が今来ています。そんなわけで今私は美白に一生懸命、あの頃の自分を恨みながら毎日お手入れしてます。シみ消えろ、シみ消えろ、シみ消えろ。あー、でも今の40代の人、<laughs> 同じ思いの人多いんじゃないですかね<え>、うん、あの、焼くのが、小麦色になるのが、素敵と言われている時代もあったので、ねね。バブルの頃ね、冬はスキーに出かけ、夏はヨットだ、サーフィンだ。うん、ね。ちょっと、そんなことやって、真っ黒な人いましたけど、桃子ちゃん、あんまい、黒いイメージ、全くないよね。私、焼いてない。うん。洋子ちゃん、焼いた私もね、焼かなかったです。あの、うん、多分、タレントさんとか、女優さんとか、アイドルとか。うん。 日焼けしてた人いないなよね気をつけてたっていうか一番よく言われるのが、うん、まあ写った時ににファンンデーションの色が、ねうん、急に変わると困るとと困かそう,そ,うそうなんですお芝居とかドラマとかやってると、まあまあ、いわゆるつながりっていうので髪をね,んねずっと,んっと、ね、同じ長さ切っちゃいけないとか肌も急に真っ黒になったり白くなったり、うん、あのいろいろあっちゃいけないっていうので常に同じような感じだったんでこ夏でも。 ね、ロケとかでわりと水着とかになってるような人でもこう普段は長袖とか着てたりしてるんす、ね、ましたね。ねそうやってね桃子ちゃんは日に焼いたことがないって言ってたけどでも乾燥が気になったりとかで、うん、いろいろこう今のお化粧品が変わったとか,なんか美に対する何か変わったとかありますそうねやっぱり 10代で使った化粧品20代30代、うん、年齢ごとに化粧品が変わっていってるのはもう事実ですね。うん、ああなるほど、うん、それは保湿が重要になってくるとかそういうことですかそうそうそうあと30代の頃に、うん、そろそろちょっと、ね、乾燥もすごいし、うん、このままでは腰を上がとかって思って私が今一番頼りにしているのは。うん 百貨店の化粧品売り場のアドバイザーのお姉さまたち。はい。コスメカウンターにいっぱいね、うん、こう塗りたくったお姉さんたちがいますよね。<laughs> その人たちに、<laughs> にね、あの実際に、もう塗ってもらったり。<あ>アドバイスもらってるのあ<ー>、うん。あ、でもそれはいい手だよね。やっぱりなんかそういうプロの人に、こう、うん、正しい使い方、適量とか、うん、クリームの量とかね、そうい、ね、のも教えてもらったり、時間だったり、 で雑誌とか見てても、まあ、どこどこのメーカーのこのファンデがいいですとかって書いてあっても、うん、自分の肌に合うかはわからないから、うん、もうね今日はもうサンプルを集める人かって決めて、うん、もう百貨店でサンプル集めの人が作ったり、ねうんえー、菊池桃子デパートでサンプル集め、うん、イメージなーやっぱりさ <laughs> <laughs> 40代になってくるとこういうこともできちゃうのよね。うんそう そうなんですよね。うん、ちょっと美から脱線するけど、だんだんそういう人間になってくるよね。ちょっと、まあ、言葉悪いけど、うん、おばちゃん化してきちゃってるのかなそうそうと思います。いい意味でもね、こう今まではなんかちょっと恥ずかしくて、人にいろいろこう、ものを尋ねることができなかったのも、うん、ずかずかと。 あののすいませんんっってて聞けるよよううになってきちちゃゃねこは私もですね、まあ、さっきのね化粧品が変わるっていうのも、まあ、基本的にやってるようなことは化粧水とあとこう乳液、うん、まあ今美容液っていうのかな、うん、と、まあ、夜だとクリームで閉じてっていう、まあ、あんまりいろんなものを使いすぎないシンプルにっていうのは変わらないんだけど今ねこの。 化粧品屋さんもねいろいろ研究していいものがどん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 出てきてるから、うん、あんまりそれこそ昔にこだわって古いの使うよりは、ね、新しい技術の入った製品を使うのはありかなと思うけど <laughs> でも本当あんまりこっくりしすぎてるものは毎日はあの焼肉でいうカルビを食べてるのと一緒って思うんで。そうなのね もうほんとシンプルに、うん、うんがいいんじゃないかと私は思ってたりするんですけどね。うん、なるほど